頑張るかなと思ってマネージャーさんにも相談してて、ちょっとギリギリまで相談しててギリギリになっちゃいました。でも治ってよかったです。本当にちゃんと治りました。眼帯つけて出たら、いやそういうことじゃなくて、もうここがもう腫れ上がっちゃって。そうなんです、物もらいとかじゃないんだよね、多分アレルギーなんだよねたまにねあるんですよ、年1ぐらいの単位で来るの。だからちょっと原因が分かんなかったから、ずっとアレルギーを調べてきました。ありがとう、今日公演楽しかったです、ありがとう。年一でしか食べないものか、いやちゃうちゃうちゃう、そういうのじゃなくて、なんか今までは何も食べ物が原因とかじゃなくて突発的に突然こう腫れたりしてたんですけど、今回はなんか食べ物に食べた後にすぐ出たから、初めて食べ物で反応しちゃって、まあ多分免疫が落ちてる時とか疲れてる時になってたから、まあそういうのもあると思うんですけど嬉しい、今日のパフォーマンスめっちゃ良かった、思わずお見送りで声かけた、嬉しい、ありがとうございました。皆さんもアレルギーには気をつけてください。怖いね。いや本当に睡眠大事と思った、睡眠と食事と嬉しい、エルちゃん今日も美女よかった、嬉しい、今日は三つ編みです、三つ編みです、三つ編みです。エルタン初売りとか福袋は買った？全然全然初売りとか行ってないし、人混みがあんまり好きじゃないので、なんかお店とか行ってない、久しくってか行ったことないかも、初売りとか。福袋は昔なんかお母さんに買ってもらってました。三つ編みありがとうございましたこちらこそありがとうございました。あ、明けましておめでとうございます。そういえば明けて年明けて初めてのショールームかな、なんか今なまった。嬉しい、髪の色も素敵です、ありがとう。まあいい感じ。クリナちゃんからいちごもらったよ、いちごとお菓子の詰め合わせしっかり持って帰りました。明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします、よろしくです、よろしくです、よろしくです。あー嬉しい、今日カレンダーと福袋届きましたって、嬉しいたけ、嬉しいたけ、皆さんゲットしてくれましたか、福袋と私の大きいカレンダー。初詣も行きましたよ、初詣行きましたよ、今年はたくさん好きを伝えていくね、お願いします、いっぱいみんな伝えてください、いっぱい伝えてください。おみくじはですね、大吉でした、イエーイ。
大吉です。まあ私は大吉が出るまで引くんですけど、今年は一発目で大吉でした。はい、最高、年女です。辰年最高です。一発目で大吉だったよ。いいおみくじは結ばないので持って帰ってお財布に入れております。あれ、年女です私。いそしみし、印は見えて豊かにも、黄金波よるお山田の里。これはどういう意味なんだ。いいことが書いてあります。はい、多分いい感じですふふふ。早く会いたいなって、会いたいね。今握手会受付中です。ぜひみんな待てるよ。待ち人って何ですか。音信なし来る待ち人って何ですか。おみくじの、まあ調べろって話なんだけど、会いたい人、恋人だよ。あ、そういう意味？へえ、あ、そういうこと？自分が会いたい人ってこと？ほえほえ、なるほど。今年は中吉でした。中、あ、そういうこと、中吉。お、ハルコン当選したって。友達とか、なるほどです。お、ラジオ決定おめでとう。そうなんです、皆さんレギュラーのラジオが決まりました。イエーイ。 RKB ラジオさんで桶狭間って何ですかっていう、前テレビでやってた桶南のラジオ版です。イエーイ。そうなんです、起業家の方お二方と私坂本エレナで3人で毎回ゲストの方をお迎えしてやらせていただきます。やばい、メイン MC というめちゃめちゃすごいありがたい立ち位置でございます。めっちゃ緊張しました。もう撮ったんだけど第1回目とかは。そうなんです、毎回そういう起業をしている方、起業家の方がゲストに来ていただいて、いろんなお話を聞くっていう、まあ桶南の本当にテレビのラジオバージョンです。すごい難しかったな。最初はちょっと腹腔器官とか分かんなくて緊張しましたが、でも楽しかったです。いや本当にめちゃくちゃ毎回勉強になって、そうなんですよ、勉強させていただいております。だから皆さんぜひ聞いてください。毎週土曜日1月20日から夜の9時45分から毎週土曜日です。 RKB ラジオさん見て毎週放送っていうのかな、されます。イエイ。皆さん聞いてください、お願いします。土曜日です、毎週土曜日夜の9時45分から1月20日9時45分スタートです。絶対聞いてください。本当にいろいろ本当にためになるし、なんか新鮮というか、普段本当に聞けない
聞けないというか、普段お会いすることがなかなかない、できないような方が来てくださるので、めちゃめちゃ勉強になります。詳しくはツイッターがあるので、そちらの方で随時情報がいろいろ上がっていくと思いますので、ぜひフォローしてください。おけいはざまって何ですかのラジオ版です。みんなフォローしてください。ツイッターアカウントあるので、あ、X ですね、すいません、まだツイッターって言っちゃう。ありがとう、フォローしましたって。やばい、目が少々フォローしたよって。いやー、すごいよね。でもずっとラジオやりたいと思ってたから、すごく嬉しかったです、本当に。でもなんかちょっと勉強しなきゃなっていう感じですね。なんかメイン MC ってこう司会みたいな感じじゃないですか。だからさ、自分で自由に喋るのとまた違う難しさがありますね。勉強勉強。そう、あと知らない単語ばっかりなんかこう飛び交ってくるから、それ何ですかみたいな、たくさん毎回勉強させてもらっています。オケナンでミカエラさんがやってたポジションみたいな感じ、そんな感じですね。まあその私の目線で普通に何もこう知らない方にも伝わるっていうか、そういう方もにも聞いていただけるようなラジオになったらいいなと思うので、はい。ラジオだからさ、こう声だけで伝えなきゃいけないからね、ラジオって。オケナンの T シャツ頑張って部屋着にしてるから可愛い、嬉しい。そろそろ新しいの欲しかったって。作ってくれるかな、ね、どうだろう、ラジオ版だからね、あるな、ないことなさそう、全然ありそう。バイトからメイン MC へ出世だね。本当ですね、ありがたい、大出世、大出世だ。エレタンのシータ感やばいって、あのあれジブリの。オケナンのスタッフさんってトットーとのマシェがやってるんだっけ。そうだね、そうです、そうです。公開収録とかしてほしいね。おお、確かに、皆さん来てくれるかな、公開収録したら。今日の髪型とても可愛かった、ありがとう。メンバーからも好評で嬉しいです。ちょっともう取れてきてるけど、やばい、もうさっきご飯食べたけん眠くなってきました。あと5分、あと5分。ぜひ聞いてください、ラジオ。おけあさまって何ですか、ラジオを聞いてください。1月20日からです。多分明日ちゃんと告知またしますね、ツイッター
X で Twitter でもいいか。パーカー似合う、ありがとう。もう初回放送は収録したんですか。はい、しました、しました、終わったよ、もうしました、しました。月に1回収録してて、先月はもう全部撮り終わりましたね。1回に4本ぐらい撮るから、結構その日はめちゃめちゃカロリー消費しますね。消費したその日は。やっぱこうバラエティって視覚の情報があるじゃないですか、リアクションとか、あーとか。でも本当にラジオってごまかしが効かなくて、声だけで伝えなきゃいけないから、ごまかしでもないけどいやクタクタだったよ、4本撮りはしかも初めてだったから、その日はさ、どんな感じかなと思ってドキドキしながら行って頑張りましたります、成長できるように私も。ぜひ20日からオンエアです。20日から。明日はオンラインです、オンラインお話し会です。2日間よろしくお願いします。楽しみだね、楽しみだね。れちゃん聞くね、ありがとう、皆さんありがとうございます、ありがとうございます。会えるの楽しみですね、本当に。今握手会も受付中なので、3月からの日程とかかな、待ってるよ。皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。ぜひ会いに来てください。やばあと2分だ。ランキング見ます。13位高坊さん、12位アスカさん、11位くんくんさん、10位ケンちゃん、9位フランさん、8位森健銀河さん、7位中ちゃん、6位つよぽんさん、5位ただたんたんさん、4位クロちゃん、3位てるさん、2位いきるくん、1位わたりがにともきさんです。ありがかにー、ありがとう。あ、2月も受付してます、待ってます、お話し会待ってます。みんないい目見てください。あと1分だ、私も寝ます。また明日ね、ありがとう。ラジオも聞いてください、お話し会も会いに来てください、待ってるよもうお風呂入ったの、入ってない、今から入って寝ます。バイバーイ、おやすみ。Thank you.